それでは橋本選手にお話をお伺いします。お疲れ様です。お疲れ様です。どうしたんですか、ニヤニヤして。いやあのこんな、まあ、岐阜に来て初めて。あ、そうですか。いや本当にね、今岐阜に来てとおっしゃってくれましたけど、はい、橋本選手がまさかねこの岐阜にっていう思いは本当にみんなあると思うんですけど、まずこの FC 岐阜に来た、移籍をしてきたその理由を教えてください。理由ですか、うん、理由はもう声かけてもらえたので、うん、もらった時にまあそうですね、うん、やっぱり一番なんか気持ちを感じたのがですし、まあ、僕出身が滋賀でもあるので、うんうん、はい、すごい近いところでできるっていうのも魅力やったんで、うんうん、そうですね、はい、そういうのはもう含め、うん、もうでもすぐに決めました。あ、本当ですか、はい、なんかね年々地元の滋賀に近づいてきてるような気がしてるんですけど。まあそうですね、うん、僕もう高校ぐらいから親元離れてるんで、うんうんうん、なんかやっぱ元気よくプレーしてるとこを見せたいなっていうのはやっぱあるんで。そうですね、なかなかプロに入っても見てもらう機会も少なかったの、テレビとかしか、うんうんうん、まあそういうのは少なからずなんかありました。そうですね、じゃあ今年は滋賀からも大応援団が来るかもしれないと。もしかしたら、もしかしたら、はいはい、期待、クラブが期待するところです。そうですね、はい、まあ、橋本選手はねこうビッグクラブをこう渡り歩いてきてるっていうイメージで、まあ、僕自身はその柏レイソルのイメージがすごい強いんですけど、でもそれでもこういろいろなクラブを渡り歩いてきて、この岐阜でその橋本選手だからこそこう伝えたいことっていうのは、まあ、このクラブに対してどういうところでしょう。やっぱりみんなやっぱ個性というか、うん、自分の強みとか、うんうん、守備でも攻撃でもなんか持ち味をみんなやっぱなんかすごい持ってて、うんうん、で、まあ、結局監督もいろんな監督と巡り合わせると思うんですけど、うん、岐阜でもなんかなんていうんですかね、まあ、監督がこういうプレーしてほしいからって言って、うん、あんまり気にしすぎるというか、やっぱ自分の持ち味はこれだっていうのをみんな、ね、自分で何て言うんですか、磨いて、うん、そこでその監督がチョイスでこういう組み合わせでっていう方がなんか、うん、そういうだってやった方が強いんじゃないかなと思うんで、はい、なんかみんなはそうそう持ち味とか自分の持ち味はこれやって言えるぐらい、うん、なんかすごい磨いててほしいなと思います。なるほど、はい、まあ、ここまでのキャンプでね、まあ、非常にこう指導してからきついと思うんですけど、はい、どうですかここまでの手応えとしては。そうですね、うん、まあ、ほんまに今まで経験ない、うん、まあ、カレンダー上では、まあ、3月のまた1週目とか、うん、そうですね、で本来なら、ね、もうこの時期はキャンプ終わって2月末のそうですね、っていう感じですけど、はい、まあ、あんま、まあ、カレンダー置いといて、うん、まあ、そう考えたら今この時期でもこうきついのは当たり前ですし、もうそれは J1、J2、J3 多分変わらずペースだと思うので、うん、まあ、大きい怪我もなく、うん、しっかりある程度追い込めてるんで、はい、またこうやってきついのが終わった後に回復していって、またどんどんコンディション上がっていければなと思います。そうですね、はい、まあ、3月7日までなんで、まあ、ここから約1ヶ月弱はあるんでね、はい、もう本当にここでいじめて、はい、 そしてあの開幕戦からバーッとね、いけれるように、はい、期待してますので、はい、よろしくお願いします。じゃあ最後になりましたけど、はい、岐阜のファン、サポーターに向けて一言お願いします。はい、今年加入したんですけど、少しでも貢献できるように頑張るんで応援よろしくお願いします。いや、もう少しどころじゃないですよ、はい、もうみんな大変期待してますんでね、はい、やれることやります。よろしくお願いします。ありがとうございました。怪我なく頑張ってください。お願いします。